バカのくせにバカにされるのを嫌うタイプ。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は急遽リクエストがたくさん来ました。寺内進容疑者をやっていきましょう。この間上田美由紀をやったばかりの悪人感想学コーナーですね。悪人さえいなければこのジャンルを一生作らなくても良いのですが、残念ながらそうもいかないようで、日に日に悪いやつって出てきます。ただニュースなどをもうご覧になられた方はすでにご存知だと思いますが、寺内容疑者の写真を見れば、正直別に感想誌でなくても 99% の人が瞬時にダメな人間とは分かる容姿と風貌をしていますので、今日はそこから派生して女性の視聴者の皆様に少しは学びになる話もさせていただこうと考えていますので、どうぞ最後まで動画をご覧くださいね。忙しい人はチャプター分けをしてありますので、好きな項目までスキップさせてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、博多駅前女性刺殺事件について。項目2、川野美希さんはどんな人物だったのか。項目3、寺内進容疑者はどんな人物だったのか。項目4、寺内進容疑者を感想枠で見る。項目5、女性視聴者の皆様へのご項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、博多駅前女性刺殺事件についてです。僕がこの台本を書いて撮影しているのは1月19日です。事件は1月16日に起きて18日に報道されていますが、この短期間に質問フォームやマカロンにたくさんのリクエストをいただきました。ありがとうございます。まずこの時点まで分かっている事件の詳細について解説させていただきます。動画を公開する日には新事実など見つかって食い違ってくる部分があるかもしれませんが、その点はご了承くださいませ。ではニュース記事を読んでいきましょう。元交際相手の寺内進容疑者31歳を逮捕。博多駅近くで川野美希さんを殺害した疑いという見出しです。福岡県博多駅近くの繁華街で1月16日会社員の川野美希さん38歳が殺害された事件をめぐり、警察は元交際相手の男が事件に関与した疑いが強まったとして殺人容疑で逮捕しました。交際をめぐるトラブルが事件の背景にある可能性があったとみて、動機や詳しい経緯の捜査を続けております。逮捕されたのは寺内進容疑者31歳です。事件後に行方が分からなくなっていましたが、18日昼前に福岡市博多区内を一人で歩いているところを捜査員に発見されました。そのまま任意同行を求められ、捜査本部が置かれた博多警察署で事情を聞かれました。捜査関係者によりますと、寺内容疑者は川野さんが襲われた事件より後に自宅に戻り、すぐに服を着替えて再び外出したことが確認されているといいます。福岡市博多区の殺害現場には午後2時過ぎに捜査車両のワンボックスカーが到着。後部扉を跳ね上げて中の人物が現場の位置関係などを確認しました。映像が鮮明ではないものの、後部座席にいる人物が指を指して何かを示す様子も映っていますので、この車には寺内容疑者が乗っていたとみられます。川野さんは16日夜繁華街を歩いていた際に寺内容疑者に何度も刺されたとみられていまして、遺体には上半身を中心に10箇所を超える刺し傷と切り傷が見つかりました。死亡の原因はこれら複数の刺し傷などによる失血だとされています。多くの人が行き交う福岡市博多区の JR 博多駅前の路上で起きた凶行。福岡県中川市に住む会社員川野美希さん38歳は一緒に歩いていた男に刃物で襲われ死亡しました。捜査関係者によりますと、現場近くの防犯カメラには男がいきなり川野さんの胸などを刃物で刺し始め、抵抗できなくなった後も執拗に刺し続ける様子が映っていたといいます。警察によりますと、事件を目撃した人からも数回刺されていた、男が馬乗りになっていたなどの情報が寄せられています。事件後、現場付近からは寺内容疑者の指紋が検出されました。川野さんは去年10月に寺内容疑者に別れを告げたのに、何回も電話がかかってきて職場で待ち伏せされている、携帯を取られて位置情報を分かるようにされているなどと警察に何度も相談していました。警察は川野さんに転居を勧め、携帯型の緊急通報装置を貸し出しています。さらに翌月には寺内容疑者にストーカー規制法に基づく禁止命令書を交付していました。現場には複数の花束が手向けられています。ひらがなを中心に、怖かったね、頑張ったね、お誕生日おめでとうと書かれた手紙もありました。川野さんは事件の2日後は誕生日だったそうです。献花に訪れた女性は、人事じゃないという思い、本当にむごい、絶対にあってはならないことだと声を震わせました。寺内容疑者は福岡市博多区の2階建てアパートで暮らしていましたが、住民によりますと騒音トラブルが起きていました。寺内容疑者が住んでいた部屋から隣の部屋に向かって壁が叩かれ、不動産会社の関係者がアパート状況確認に訪れることもあったといいます。他にも未明に殺すぞ、やめてなどの声がアパート内に響くこともありました。一方、川野さんの親族や
近所の人らによりますと、川野さんは離婚後、中川氏に転居し、両親娘との4人暮らしだったそうです。川野さんの近所に住む60歳代の女性は、事件前に警察に相談していたのに、どうして事件を止められなかったのか、と話していました。それでは次の項目です。項目2、川野美樹さんはどんな人物だったのかです。今回殺害されました川野美樹さんについてもう少し触れておきましょう。殺害された川野美樹さん38歳は、活発で行動力があり、誰からも好かれる人柄だったそうです。ダンスが好きで、中学卒業後に沖縄県の芸能養成スクールに進学しました。社会人になってからは仕事に打ち込み、一人娘を大切にする母でもありました。一方、昨年10月頃から元交際相手に何度も付きまとわれていると不安も漏らしていました。福岡県那珂川市に住む親戚の渡辺正和さん78歳の話によりますと、川野さんは名古屋市で生まれたそうで、幼い頃から渡辺さんを慕い、夏休みには一人で飛行機に乗って遊びに来ることもあったみたいです。孫のように可愛がってきたと話されています。元歌手の安室奈美恵さんに夢中だった川野さん、中学卒業後憧れの地でダンスの練習に明け暮れていました。沖縄を離れ社会人になった後も、たびたび娘を連れて渡辺さんを訪ねられたそうです。渡辺さんの妻の筆子さん82歳は、養成スクールの友人がたくさんいて顔が広かった、みんなから慕われていたと話します。10年ほど前に福岡県に引っ越してからは、同居する両親に子供を預け仕事に打ち込む日々、亡くなる直前には勤務先の会社で頑張りが評価されて昇任したと嬉しそうに話していたといいます。娘にはいろんな習い事に挑戦させていた母としての姿勢を、渡辺さんは好きなことをやらせてあげたかったのだろうと思いやります。ですが、幸せな家族に影が忍び寄ります。昨年10月頃から元交際相手の男性から何ヶ月も付きまとわれていると母親に漏らし、警察に何度も相談。筆子さんはなぜミキだったのか、早く真相が知りたいと言います。精肉店を営む渡辺さんは、毎年川野さんの誕生日にステーキ肉を送っていました。明日はミキの誕生日だった、もう美味しいお肉を食べさせてあげられないのが悲しい、そう語っておりました。それでは次の項目です。項目3、寺内進容疑者はどんな人物だったのかです。1月19日現在の情報では、寺内容疑者の出身校などの確定情報はネット上にはありませんでした。どうやら出身は大阪府大阪市とのことです。僕と一緒なのがなんか嫌なんですよね。その後、寺内容疑者は東京に移り、バーの店員を務めていたようですが、1、2年ほど前に福岡にやってきたという話です。バーというのも、通常のしっぽりお酒を飲む感じのお店ではなく、アフターなどで頭お花畑客が訪れるサパー的なのではないかと予想します。彼を知る人物が報道のインタビューに答えていましたので、その記事を紹介します。店はボーイズバー的な感じで、みんなでショーをしてお酒を飲む感じ。私が話したのは博多に来てすぐの時だった。多分2年前、大阪から所持金1万円だったかな。1万円だけ持って、目的もないのに博多に来たことは聞いたことがある。案内所に行って働くとこありませんかと聞いて、その店を紹介されたって言ってた。福岡に出てきてなんか大変っすみたいな、大変で今頑張ってますみたいなことは言ったって。やっぱり推測通りサパー系ですね。まあそこは彼の風貌を見たら誰でもわかりますよね。僕の今までの経験上、水商売で都道府県を転々とする人間はトラブルを起こして、その界隈にはいられなくなった人が多いので、東京や大阪でも何か揉め事があり、急遽博多にやってきたのではないでしょうか。福岡にやってきて以来、飲食店で働いていた寺内容疑者は、同じ系列店で働く被害者の川野美樹さんと出会うこととなります。その系列店では従業員同士の交際は禁止されていたそうですが、その後2人は交際しました。寺内容疑者の知人の話によりますと、アルコール中毒じゃないかというくらい、シラフの時に逆にあまり接点がない、悪酔いしだしたらちょっと暴力的な言葉遣いになってきたりとか、オラーとか関西弁だったので我こらみたいなということを喋っていたらしいです。また高校の同級生の話によりますと、常にシャドーボクシングをしていたという証言もありました。事件が起きたばっかりなので、そこまで情報がありませんでしたが、次の項目では面相や感想枠で見れるその他のポイントを見ていきましょう。それでは次の項目です。項目4、寺内進容疑者を感想枠で見るです。では感想枠で見る前の注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は寺内進容疑者に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ、普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なり、かなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。では僕はワイプに移動します。さて、まあ別に感想枠しなくても分かりそうなもんですが、一応画像と動画があるんで、それを見てからにしましょう。何枚か写真があるんですが、どれも顔を決め顔で写っているんで、普段の表情が見れませんでしたが、まあこれでいきましょう。そして先に動画も見ておきましょう。こちらです。はい、どうもすすむちゃんです。よいしょ。っていうかさ、
あれ、なんかカットしすぎでしょ。すいません。頼みますよ。あ、もう今日はちゃんと載せるんで。はい、行きましょう。はい。332211、ブーチ。はい、どうも。今日も元気なすすむちゃんでございまーす。ギョイギョイギョイ。はい、ここまで見てもらっただけでもまともな視聴者様ならすでにお分かりかと存じます。よく言うとゴミ、悪く言うとクズ、ただ単にそれだけです。決して僕が悪口を言っているわけではなく正当な評価です。ここをねじ曲げるとおかしくなります。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきり言わなければいけません。実際に殺人事件を起こしていますからね。どの方向から見ようとも生きている必要がなかった人間です。ただまあ感想枠の教材にはなるということで、皆さんの今後の人生でこういった人物と関わらないようにするための注意すべきポイントなどを解説していきましょう。顔型はこんな人間でも悪くはないですね。悪人でもちゃんと診断はしていかなくてはいけません。顔下半分が少し上半分よりほっそりしています。このフェイスラインの成功手段は地道、一発勝負やギャンブル投資には向いていません。生命力が強いので総書では寿命も長いとされていますが、それは少しオカルト読みが入っていますので無視でいいでしょう。死体も意外に悪くありません。ハイヤは直線型と丸型の間ぐらいで、天気や性格がコロコロ変わったりするので今日機嫌が良かったと思ったら明日は違っていたり、めんどくさい人ですね。そして寺内容疑者はどの写真の表情でもかなり陰道、眉と眉の間に力が入っており、外傷紋や三根の横紋などが入っています。まだ若いのでフラットな顔をしたら目立たないかもしれませんが、今後40歳50歳になったら大きく目立つようになるでしょう。ここは間違いありません。表情の積み重ねが顔の紋やシワなどを形成していきますからね。眉は寒暖美になっているのは自ら眉を剃っているせいでしょうね。こういう部分は眉の形の先端には使えませんが、バカっぽさはよくわかります。実際の眉自体はまっすぐな性格で純朴とも読みます。こういう人がうまくいく場合は良いボスや社長などの下につくことなんですが、彼にはそれがいなかったのでしょうか。間違った方向にも残念ながら一直線に進んでしまいます。電卓が狭いのはもちろんマイナスで、目と合わせて読むんですが、この部分は喫緊合わせ持ち、通常5対5くらいですが、他の部分と合算すると8対2ぐらいで強寄りになってしまいます。まあ皆さんも見てわかるでしょう。不良特有の目ですね。猜疑心が強い割には頭が良くないので、善悪の判断を見誤ります。で、間違った方向に突撃します。またこの方の中庭は暴力層が強めですね。競争というより凶暴の方の競争でございます。鼻は年上から高く鼻中も張っているので、プライドが非常に高い人間で、バカのくせにバカにされるのを嫌うタイプです。人中が少し長く早熟な人間ですね。口は常に同じ形をしています。明るく接することができますから人は寄ってきますが、このような人間の周りに寄ってくるのは同じジャンルの方ですよね。はい、というわけで画像数枚でしたが、動画もあるので案外人物度は捉えやすいですね。一切能力がないのに無駄にプライドが高いです。自分の考えが通らなければ暴力なので押し潰そうとする人間。また感想枠ですから、面相以外でも人間像がわかりますから、その辺をきっちり見ていきましょう。例えばこの写真をご覧ください。先ほどの動画でも気づいた方もおられたと思うんですが、嬉しそうにパワーストーンをはめていますね。もう令和の現在、パワーストーンを腕にはめている人間って程度が低い人が多いのでよくわかります。無論パーツ診断は危険なので、他の容姿などと重ねを見せてくださいね。寺内くんよ、パワーストーンブレスレットをして人生良くなったか。好きな女性に振られて復縁もできずに、最後は人を殺して相当長い間刑務所に入るからね。大した力ですよね、パワーストーンの効果って。次はこちらの画像をご覧ください。ドレッドにしていた時の写真、2013年のものですが、首の後ろにタトゥーが入っている写真らしいです。これも部分読みはあれですが、他と重ねてくださいね。そしてこの写真、まさに類は友を呼び、ゴミはカスを呼び、エンリケは天地も呼びます。大人になっているのにこの中指を立てるポーズをして写真に写る人間、大体どんな人間かは想像できるはずです。はい、ということで、様々な画像や動画から今回の犯人の寺内容疑者の人物像が浮き彫りになってきました。リクエスト多かったんですが、見るまでもない気がしますし、依頼を僕にくださった視聴者様も絶対に予想通りだったでしょう。こんな良い人そうな好青年なのにと感じた人はさすがに日本にはいないはずです。それでは最後の項目です。項目5、女性視聴者の皆様へです。はい、ということで、寺内容疑者がどういう人間かを語ってきました。今回はストーカー殺人という事件になりましたが、飲み屋街や夜の街には正直こういった人間はそこそこの人数存在しています。いてるのはもう仕方のないことです。そしてこれは僕の今までの相談者様のデータから言わせていただきますと、僕の相談者様はホステスさんなどが多かったので、夜で知り合ってこういったサパーとかアフターの店の男性店員と付き合ったり、
結婚したりする人がまあまあおられるんですよね。残念ながら。しかし 99% 以上は絶対に幸せになりません。さすがに統計学語る上で最低必要人数3000人は見ていませんが、これは勝手統計ではなくある程度は当てはまっています。ごくごく稀にね、夜の世界の男性でもまあまともな人はいます。ごく稀にですよ、本当に。しかしそのほとんどが女性が付き合うべきではない男です。確かに夜のお姉さんたちは仕事上アフターとかでこういった店に行くのは仕方ありません。なので仕事上の付き合いでしたらね、まだこういう関係を作ってもいいんですが、付き合ったり結婚したりするのはご法度です。まあちゃんとしたホステスさんはできる限りそういった人間と関係を築かずに距離を置きますよね。当たり前ですが、よく僕の相談者の女性の方たちが言うんですよ。彼氏候補で連れてきた彼氏の写真を見してね、ヤクザとか夜の世界の男をかばって、先生でも私の彼氏はヤクザにしてはすごくいい人なんです、アフターの店で働いてますけどすごいまともな人間なんです。わかりますよ、人間いろいろね、性格とか育ってきた環境などありますから、ヤクザの割にはちょっとまだ普通の感覚を持っている人、夜の世界の人間なのにまだ礼儀などが少しは理解できている人でもね、真実を僕が言わせてもらうのであれば、本当に善人のまともな男性はまずヤクザにもなりませんし、夜の世界でずっと働かないんですよ。これは職業差別でも何でもないです。データがあり統計の結果です。人間普通に生まれて暮らしてきてね、無理やりヤクザにさせられるってことはないでしょう。夜の世界以外の道もあったはずです。まともの定義を言うならば、そういったことをしてない人が日本語でまともなんです。芸人さんとかオズワルドの伊藤くんとかウーマンラッシュアワーの村本さんとか、一瞬キャバクラでバイトしているのはまだいいですが、がっつり夜の世界に使っている男性と恋愛したりするのは僕の今までの経験上やめておいた方がいいですと助言しておきますね。そんな相手を選んでおきながら、後でいい人と思ってたのにというセリフはやめてくださいね。初めから近づかない、ことわざにもあるはずです。君子危うきに近寄らずと。まあ二十歳くらいの若い子だったらまだしょうがないのかなと僕も思いますが、今回の川野さんはシングルマザーでしたからね。特に視聴者の女性の中でも子供がいる方は余計に付き合う相手をよく選定してくださいね。はい、ということで本日は急にリクエストが殺到した寺内進容疑者の感想枠をやらせていただきました。ありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。